穴蔵です。散歩に来てますね。ちょっと歩きます。屋外の録画が初めてなんで、テスト的なものです。これも日常行動療法の感じで、頻繁っていうか毎日散歩はしてますね。途中人とすれ違った場合とか、カメラを下に向けますんで、よろしくお願いします。こういう緑の中歩いたり、あと住宅街も歩くし、いろんなとこ歩いてますね、日常的に。だいたい昼間外でこうやって過ごす時間が 3,4 時間ぐらいありますかね、明るい時間のうち。小雨程度でも外出はするようにしています。ちょっと前から人が来たんでちょっと下げますね。こんにちは。ポツポツ人が通るんですね。ちょっと行き過ぎたかな。ちょっと U ターンです。いろんな場所散歩してますんで、初めての場所のとか慣れてない場所もあるんですね。で、この辺に限って、今回に限ってはできるだけ人の通らないような場所をちょっと選んでますんで。よいしょ。それとなんだっけな、昨日ちょっと他の動画でちょっと見たんですけど、なんか8月頃から動画の短い動画のには広告のルールが大きく変わるみたいですね。ですから自分も先を見込んで10分ぐらいの動画をしっかり撮ってきたと思います。これまで通り編集はしないで出していくつもりですけども、その辺はね、短い動画はやめていきたいと思います。8月の頭ぐらいかららしいですね。ちょっと自分もちょっと調べましたけど、これ大きな変化で、ざっくりいろんなチャンネル見ましたけど、8分っていう区切りがちょっと
どうなるかちょっと分かりませんけど、まあ10分にしたって10分以下の動画って結構出してる人多いんじゃないですか。でそういうのを全部広告いろいろ大変になってくる可能性があるんで、結構大変なことだと思いますね。こっちこうやって木が折れてるけど、去年の台風だと思いますねこれ。うん、こうやって行動療法、まあ、パニック障害ですんで、地道にやってきました。今まで何年も、まあ、最初はね、なんかな、体力的に動けなかった時期もありますが、これの繰り返しですね。この辺ね、本当の山とかじゃなくて、住宅街でポツンと残る緑の一部なんでね、本当の自然らしい自然ではないんですけど、これでもう住宅街に出ちゃうんで、本当ね、さっきの話じゃないけど、動画の8分だか10分っていう長さを取らないと広告の、いろいろね、難しい問題が発生するらしいんでね、相当な人がこのルールで引っかかってくると思いますね。ちょっと今来た道を戻ります。これね、こっち行くとね、もう道路なんですよ。この先進むとで、人が通る道なんで、まあこれテスト的にやってるんで、また次回は少しおかしいところ直していきたいと思います。でしばらく動画撮ってなかったのは、ちょっと一息つきたいなっていうのと、いろいろ客観的に見たいなっていうところですかね。これからもちょっとまだ本格始動には1週間ぐらいかかるかもしれませんけども、しばらくお待ちください。登録してくださった方、本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
ここはちょっと道が整備されてないですね。他のちょっと人が多いとか、ちょっともうちょっと遊歩道的なものになってるんですよね。いい天気で、こんな感じですね。ありがとうございました。アナグラでした。失礼します。